皆さんこんにちは。文部科学大臣の下村博文です。ようこそ文部科学省お越しいただきましてありがとうございます。今日は第2期派遣留学生壮行会、選ばれた皆さんと初めて今お会いするわけでありますが、なんか顔つきからしてですね、ちょっと違うな、普通の大学生と違うな、高校生と違うな、なんか気迫がもう雰囲気として感じられますね。もう皆さんは日本の宝、社会の宝の卵、これからですね、原石であるダイヤモンドを磨くことによって、それは別に国のためとかですね、結果的にはもちろんそういうふうになると思いますが、まずは自分自身の志、挑戦をしていただきたいと思います。しかし自分だけの志ではですね、大きく能力開発にはなりません。それが同時に世の中に、社会に、国に、あるいは世界に役立てるような、そういうチャレンジのスタートだといったときには、皆さんの潜在能力は大きく大きく刺激を受けることによって成長発展をして、そして自分でも気がつかないうちに、わずか留学期間の数ヶ月のうちにですね、もう本当に一回りも二回りも、あるいは今までの皆さんの人生の中でわずかな期間ですけれども、しかしこんなに自分は戻ってきた時に成長できた、そういうチャンス、可能性提供できる、今回はそういうことに必ずなってくると思います。しかしそれは皆さんがチャレンジをして、ぜひ留学したいと自ら手を挙げたことによって始まったことなんですね。まず大切なのは自分が何をやりたいのか、そしてどんなことに挑戦したいのか、そういう志を明確にすることでありますけれども、今国ではですね、この飛び立て留学ジャパンと別に2020年までに留学生を2倍にしようと、海外から来る留学生も30万人日本は受け入れる、そして国内から海外に留学しようという学生も、高校生大学生いればトータルで12万人18万人ぐらいはしたいと思いますが、倍増しよう、これから5年6年のうちに一気に2倍にする、そういう留学生プログラムとともに、それだけが足らないということで、今日皆さんの後ろに参加していただいているんですが、企業とかそれから大学とか、いろんな関係団体にご協力をいただいてですね、特に企業からはファンド寄付の協力をしていただいて、この1年経つか経たないうちにもう100億円の目安が過ぎたんですね。そしてそれだけでありません。皆さんの選考も企業の人事課の方々等が協力していただいて、この人は本当にですね、輝くダイヤモンドの原石ではないかということで選考されて、その結果今ここにいるということでありまして、皆さんも素晴らしいけど、しかし皆さんを支えている、そういう飛び立って留学ジャパン、初めて試みたことなんですね。第2期生ですから、その結果多くの方々が、確かに飛び立って留学ジャパンのプログラムが本当に素晴らしかったというふうに後々評価されるかどうかは、これからちょっと時間はかかるかもしれませんけども、皆さん自身がまずどう感じるか、そしてそれを最大限生かせるかどうかということになっているわけでありまして、私の方からも改めて、企業の皆様、また関係の皆様、大学の皆様、ここより、お礼を申し上げたいと思います。さて、これからどんな時代が訪れるか、これはアメリカの学者が言ってるんですけども、今年小学校1年生に入った生徒が大学卒業するときに65%、今の職業でない職業に就くであろう、こういうふうに予測している学者があります。それからもう一人の別の学者はですね、
自動化によってコンピューターとかロボット自動化によってですね、今の職業の 45% は消滅してしまうというふうに言われてですね、これは皆さんだけの問題ではなくてですね、まあ15年20年後でも仕事をしているような大人全ての人たちに言えることなんですが、今までの仕事の延長線上ではですね、もう半分以上は職業がなくなってしまう。その時にリストラになって失業してしまうか、それとも新たな職業に就くことができるかどうか、それはですね、どこの大学出たからとか、どこの高校出てるかというのは関係ない。15年、20年、あるいは5年後、これから日々どんなふうに成長していくかどうかということが問われます。ですから、大学入学試験も抜本改革します。18歳の暗記記憶のピークの能力、それはそれでもちろん必要なんですよ。しかしそれだけでは、これから15年、20年経ったときにもう通用しない。それ以外の能力を身につけなければならない。それ以外の能力というのは、私は留学によってこの数ヶ月によって皆さんにそのきっかけをヒントを作る、そういうチャレンジングな、そして素晴らしいチャンスを与えてくれると思います。メモがあればメモしておいてもらいたいんですが、どんな能力が求められるのか3つ申し上げたいと思うんですね。いいですか。後ろにね、企業のトップの方々がいらっしゃってるんですけども、これから組織で、ね、社員で、ね、若い人にどんな能力を求めるのか、今までは坂の上の雲があった。それぞれの企業は企業の経営計画を立てて5年後、10年後その通りやっていけばよかった時代、まあ、これは高度経済成長ですね。ですからイエスマンでよかった。上司の社長の指示通りにきちっと決められた期間に的確にちゃんと仕事できる人に指示されたことが、そういう人が社員として素晴らしかった。これからの時代はそういう社員ではもう使い物になりません。なぜかというと世の中が大きく変化するから。一番最初に必要な能力というのは、いろんな課題がたくさん出てきます。今まで以上に時間の速度がものすごく速くなります。これから15年20年というのは過去の15年20年の速度ではありません。もっと大きな速度で時代が変化してきます。その時に求められるのは、いろんな課題が日常産業的に一気にきますから、その課題に対して主体的に解決しようという能力が問われます。つまり指示されたんじゃなくて、自分が自らいろんな課題に対して自ら主体的に解決していこうと、こういう能力がどんな組織でも求められます。一つ目ですね。二つ目、そのために必要なのはクリエイティブな創造的な企画的な能力、無から有を生むような、あるいは誰も考えてなかったことを自らスタートしてそれを実現していくような。組織に入っても必要なのは起業家精神ですね。自ら起業していこう、起業していこう、会社を作ろうと、まあ、そういうクリエイティブな創造的な能力が問われます。そして3つ目に必要な能力は、いくらコンピューターやロボットが発達しても到達しえないであろう能力、それは何か。人間的な感性、優しさとか思いやりとか慈しみ、こういう能力ですね。その3つの能力を皆さんは今教育機関、大学や高校で学んでるか、学んでない。自分が個人的にはいろんな友達関係とかアルバイトとか、あるいは学校のゼミとか授業かもしれません。そういう能力を身につける機会もあるかもしれません。カリキュラムの中でそういうコンセプトでやってるかというと、私はやってる大学は少ない、ほとんどないのではないというふうに思います。ですからこれから今の小学校6年生が
大学入学試験するときに抜本的な大学入学試験制度に変えて、基礎基本、それはおろそかにしません。今まで以上に問う必要があると思います。しかしそれだけじゃなくて、先ほどのような能力、これはペーパーテストじゃわからないですね。ですから面接をしたり、小論文を書いたり、グループ討論をしたり、いろんな形で多様的に、企業はそれにやってますけど、大学も入学試験、アドミッションポリシーでそういうことを測って、そしてそういう学生を取って、つまりこれから伸びる学生ですね、どんどん可能性のある人、それを大学から取って社会に送り出す。社会でもそういう人が今求められているわけですね。その3つの能力は私は留学によってですね、掴むことができると思います。もう群れる時代じゃありません。一人で皆さんいろんなところに明確な目標を持っていろんな国に行っていろんな分野でやるわけですね。ですから日本語で喋ってるようなことは、多分ないと思いますが、しない英語でその国でその皆さんが志すところですね、今のような能力をわずか数ヶ月のうちでもですね、頭を働かせながら全身で受け止めることによっておそらく身につけるチャンス可能性があると思います。これはすごいことですよ。日本国内にいたら10年経ってもそういう能力が身につかないかもしれない、あるいは一生身につかないかもしれない。しかし留学することによって誰も知らないところ、親もいない、家族もいない、友達もいない、その中で皆さんが海外のいろんな人と一緒に生活をしたり勉強する中でですね、そういう能力が身につけられる最大のチャンスが留学だと思うんですね。ですから今回の飛び立て留学ジャパンは短期プログラムですけども、これをきっかけにですね、じゃあもう一度本格的に留学をしたいという、そういうきっかけにもなるかもしれませんし、またそういう思いが持てば日本の企業ですね、これからお話しされる三菱商事の小島さんのところはもうとっくにグローバル企業ですけども、別に商社だけでありません。どんな企業でですね、もうグローバルな発想していかなかったらやっていけないんです。日本だけが市場であったら当然海外にも出てくる、あるいは国内にいても海外のニーズに対応できるようなことをしていかなかったら市場はどんどん狭まっていきますから、ほっといたら自利になるわけですから、そうすると国内の企業だってもグローバル発想で、つまりグローバルの人材を社員をいかに確保できるかどうか、これが生き残っていくための厳しい時代、しかしチャンスの時代、面白い時代です。自分の能力を発揮することによってですね、到達できない、あるいは20年30年かかるかもしれない結果をですね、5年とか3年で達成できる。ですから意欲と志があればこんな面白い時代はないですね。受け身で勉強したら全然苦痛であって面白くない、しかし自らやろうと思ったら苦痛で感じないという経験はあるというふうに思います。ここにおられる皆さんは自らそれをチャレンジして、そして選ばれてここに来ています。もう一歩も二歩も歩んでるんですね。素晴らしいことだというふうに思います。すべてそういう意味で今回協力していただいている企業関係の方々が給付をして、つまり皆さんお金かからないような形でできる、初めての試みです、日本において。ぜひそういう若い人たちをこれからも応援していきたい。そのためにもまず皆さんが自己実現できる、そういう留学経験を作っていただきたい。しかし自己責任はきっと安心安全ですね。これはもう大人の感覚で 無防備に、あるいは判断をしないで万有的な行動することによって結果的に迷惑をかけるということがないように、それは安全、世界で日本が一番安全の国ですから、日本と同じような感覚はどこの国でも通用しません。自分に対する守りはしっかりしながら、一方でいろんな外国人の方々に積極的に声をかけながら、限られた期間の中で自分の能力を最大限発揮するチャンス可能性を
掴んでいただきたいと思います。その先に皆さんが目指す、皆さん自身、自分が待ってます。ぜひ期待をしています。頑張ってください。終わります。